俺的には最初先輩の元カノに白クマとか言われたのがなんかよく分かんなかったんだけど、白クマね、神奈川県に本当にあの台湾由来の人が多いのかどうかっていうのも俺も未だに分かってる。もともと日本人を何百年もやってきた人もかなりのパーセンテージいるのかなとか、それとも結構ハーフの人がいるのかなとかいうのも分かんないけど、なんかねえ分かんないよ。だって結構他の町と変わんないぐらいのパーセンテージじゃないかなとは思うんだけど、まあ俺最初関東の人が言う熊っていう意味が分かんなかったんだけど、まあ実はこれ中華圏っていうか、あの中国語で言うところの熊っていうのね、意味があったんだねっていうのが最近分かってさ、北京語らしきあの言葉喋れそうな雰囲気だけど、有名な固有名詞しか喋れないし、俺ね、あの簡単な挨拶ぐらいしかできないから、あんまり中国語ペラペラじゃないっていうね。だからあの熊っていうのはどういう時に使うのかなっていうのは実は分かってなかったんだけど、まあ神奈川県の人が全員あの北京語を理解できてるかどうかも俺も未だに分かってないけどね、あのまあ中国語でいうとこの熊っていうのは、あのちっちゃい子供を叱るおじさんっていうかさ、大人のじいさんとかおじさん、おっさんとかさ、まあ年寄りでちっちゃい子供にこらって叱るあの怖いおじさんのことをクマっていう表現するんだなと思って、でまあ、それ最近初めて知ったんだけど、あ、クマっていうのはガキをものすげえ叱るおっさんのことを言うんだなっていう、中華圏の人はね、まあ、そういう表現するんだなと思って、あ、クマね。俺子供の頃とか、あのなんていうの、継ぎはぎっていうかさ、あの柔道着じゃないけど、まあ、ワッペンがあるじゃん、あの膝小僧とかだいたい穴が開いちゃうとワッペン貼るんだけど、結構クマちゃんのとかしてもらって嬉しそうに写ってる写真とかもしかしたら見つかるかもしれない、ね、膝小僧にクマちゃんのワッペンがバッとあってウェーとかやってる子供時代の50年ぐらい前の写真があるかもしれないけど、本当のクマになってしまったそんな感じだな。あのクマか、あ、それでこの白クマっていうのは実は九州の俺熊本の柿氷で、あのフルーツ盛りだくさんの柿氷のことをもともと白クマって言うんだよっていうのは昔聞いたことあるんだよ。あの友達のとこへ、まあ30年前東京行った頃で、江古田の友達のアパートにたむろして、まあみんなで駄菓子食ったり、ちょっと甘味どころ行って、あのかき氷でも食うか、暑い時とかさ、もうだいぶあのまったりして、あのレコード聞いたりギター弾きながら、あの そんなあの先輩やあの同世代の、まあ、全然違うバンドの連中なんだけど、まあ、集まってたむろしてた、まあ、アパートがあるで、アジトっていうことが秘密基地があったんだけど、まあそこで、いやその頃はまだあの全国的に白熊のあのなんだあれなかったんだよな、あのかき氷っていうか、まあいわゆる熊九州で一般的な白熊のかき氷、まあ、フルーツ盛りだくさんで練乳バッと乗ってあるような、そんなの全然もうポプラじゃない、30何年前だから、そんなもん九州行ったらあるんだねとか言って、ちょっと食ってみたいなとか、まあ話した記憶はあるんだけど、まあ今もう関東地方でも白熊のかき氷食べれるとこたくさんあるんだろうけど、まあこの年になるとね、血糖値がすぐ上がっちゃって、あの糖尿病がかなりきついんで、あの行く末はジェリーガルシアさんみたいに早死にかなとか思っちゃうので、なるべくあのかき氷の豪華版白熊はよっぽどのことがないと注文しないかもしれないけどね、まあ基本的に甘いもん嫌いじゃない。
この先輩の元カノっていうのは今はもう他の旦那さんがいるんだらしいんだけどな、まあ長いこと会ってねえから、まあ今旦那の介護で大変なんじゃねえのって感じだったんだけど、まあ先輩の元カノか、まあどんな感じっていうとな、まあ今にして思えば俺がよく当時30年前テレビで30年から40年ぐらい前テレビに活躍してたお嫁さんにしたい、40年ぐらい前のお嫁さんにしたい、あの女優の代表格で、まあ市毛良枝さんって人がいたんだけど、まあその人がテレビに出た時にはもうすかさずもう布団に入ってもう夢見る準備したもんだなっていう、まあ市毛良枝さんもうすうす感づいてたのかしんないけど、なんかジャニーズタレント、まあ、ジャニーズアイドルに向かって、私ね、あんたみたいなあの男は基本的にタイプじゃないのよねとか言って、そうなんだとか思って、俺も当時20代だったからジャニタレに見えたのかなとか思ってる、まあ今かなり白クマじじいだけど髪の毛からしてね、まあ40年前は市毛良枝さんって人はあのお嫁さんにしたい女優さんの代表格、まああと何人かいたかもしれないけど、まあ、3人か4人いたとしたら、まあ、市毛良枝さんの名前出ちゃって出るぐらい人気があった可愛らしいあの人なんだけど、あの実際演技してない時はかなり口が悪いっていうか正直な人であのズバズバ言っちゃう人で、そこも俺結構好きだったけどね、だったけどあの先輩の元カノはまあ実際他の旦那さん今いるし、先輩の元カノと間違いを起こしたことはなかったと思うんだけど、まあ俺が市毛良枝さんにかなり見とれてるからっていう雰囲気を多分察したんだろうな。先輩の元カノもまあもしかして私とも相性いいんじゃないのとか言って、かなりあのまあいわゆるヤンキーではないけど、まあちょっとこうレディース総長があのちょっとさあんたさあの私に言いたいことあるんだって言いなさいよみたいな感じのお姉ちゃんだったような気がするけど、まあ今単にあのヒッピーみたいな生活してんじゃないかなとは思うんだけど、ヒッピーって未だにいるのとか思うけど、まあヒッピー的な生活してそうだなとか思うけど、まあそうしたらそれ、まあ先輩っていうのはまあ基本的にまあ支持者が多かったから、支持者っていうかファンが多かったから、ミュージシャンでボーカリストだったから、あの先輩の取り巻きのな下っ端のやつらがそれをネタに俺を揺すってくるっていうかさ、なんかいや先輩の元カノと何事もなかったし、もともと俺は市毛良枝さんのファンだったはずだったのに、なんか話すり替えられちゃったなっていう、まあいわゆるフットボールトークって前も言ったけど、フットボールトークで結構いびられたんだよな先輩の取り巻きにな。それをネタにやられても、俺としてはちょっとかなり、俺としてもその当事者は他の先輩の元カノにしろ先輩にしろ、まあ、元カノのあの現在の旦那さんにしろ、すげえ迷惑な話だったろうなっていうのはみんな分かってるとか思うんだけど、取り巻きの連中な、ちょっとな意地悪いやついるんだよね、ミュージシャンってちょっとやんちゃやん、そんなやつがいたよ、まあ白熊っていうのは最近やっとこういうアイスバーでまあポプシクルっていうか、まあ英語で言うアイスキャンディーってポプシクルっていうね、ポプシクル、まあちゃんと発音はできないけど英語発音全然できないんだけど、まあアイスキャンディーとか言うね、ポプシクル、だからポップって言うと親父とかお父さんとかいう意味があるんでしょ、パパとか言う、だからポプシクルかな若い女の子が
ポプシクル美味しそうにペロペロと舐めてるとちょっとこれは不謹慎な映像だなとか思っちゃうけどねなんかソフトクリームとかさアイスクリームじゃなくてポポシクルだったりするとちょっと親父世代としてはちょっとなかなか悩ましい映像だなとか思います